セントルイスは、アメリカ合衆国ミズーリ州東部、ミシシッピ側とミズーリ側の合流点に位置する、商工業都市、どの軍にも属さない、独立市である。人口は319,294人。セントルイス大都市圏、の人口は2 8 1百5 8 8人で、全米20位。広域都市圏、の人口は2916,447人で、ある。 隣接するイリノイ州イーストセントルイスとともに、全米有数の犯罪都市としても有名であり、市北部、東部には荒廃したスラムが広がるが、危険地域さえ踏み入らなければ、治安はそこまで悪くはない。また、家賃、公共交通費、水道光熱費、食費などを含め、全米の大都市圏で、最も物価が安く、 交通機関も整備されていることから生活しやすい都市の一つにも挙げられている。また、最もフレンドリーな都市としても紹介されたことがあり、域内にある大学をはじめとする教育機関は、数多くの留学生を受け入れ、日本人居住者も多い。詳細は、セントルイスの歴史を参照1764年に、フランス人が毛皮の取引所を設け、類休制にちなんで、 三類と命名。対岸のイーストセントルイス市と共に、ミズーリ、ミシシッピの水運を生かした水上交通の要衝として発展。ストリート、ルイス・イン・ザ・アメリカン・シビル・ウォー、南北戦争、及び、血を流すカンザスも、参照1874年には、イーズ橋が完成。1904年には、バンコク博覧会が開催され、 その併設イベントとして、アメリカ大陸で初めて、セントルイスオリンピックが開催され、アメリカにおける地位と注目を高める。その後、鉄道網の発達により水運は衰退、地位を落とすが、1910年代には、シカゴと並ぶ鉄道のハブとして、鉄道関連の産業が発達、1920年代以降の自動車の大衆化に合わせ、 アメリカの東西を結ぶルート66とルート40の通過地となり、さらに自動車製造大手のクライスラーが主要工場を構えるなど、デトロイトに次ぐ自動車工業都市として繁栄した。他にも、バドアイザーで有名なアンハイザー、ブッシュ、航空機大手、マクドネルダグラスや化学薬品大手のモンサントの本社やトランスワールド航空のハブも置かれたほか、 中西部切手の名門私立大学であるセントルイスワシントン大学やセントルイス大学、連邦準備銀行が置かれるなど、1950年代以降には一体の商業、経済中枢として最盛期には90万人近い人口を数えた。荒廃したノースカウンティ1970年代以降に市街地老朽化と産業不振により治安、環境が悪化。 急激な人口流出が始まった。そのため市は中心部の再開発に乗り出し、近年は都市圏全体での人口は回復基調にあるものの、依然として市街地の空洞化が問題となっている。歴史的にセントルイス市南部が主に裕福な白人中心のコミュニティなのに対してセントルイス市の北部からセントルイス郡の北部にかけては主に アフリカ系アメリカ人の住民が多い。一帯はノースカウンティーと呼ばれ、ホワイトフライトとスラム化が進行した。近年では北部の人口が減少し、比較的裕福になったアフリカ系アメリカ人が南部や周囲の街に移住するなど人種構成に変化が起きている。ゲートウェイアーチ越しに望むセントルイスのダウンタウン2001年に、 トランスワールド航空がアメリカン航空に吸収合併されたことを受けて、ハブ空港としての地位を喪失したほか、マクドネルダグラスがボーイングに吸収合併されたことを受けて、工場の規模が縮小、またクライスラーの工場が閉鎖されるなど人口と産業の公害流出が目立ち、しばらくは衰退の一途をたどっていた。しかしながら、モンサント、エマソンエレクトリック、 などフォーチュン500にランクインする企業は10社近くに、上り、また、マスターカード、マイクロソフトなど数多くの大企業が拠点を置いている。その他、大学研究施設も多く、医薬品、医療機器、バイオテクノロジーなどケミカルの分野で全米をリードしている。ここ数年は姿勢を盛り返しており、2006年には、都市域人口でも1950年以来の人口増加となった。 しかし、その後リーマンショック以後は、姿勢が再び停滞しており、都市域、都市県ともに人口が前減している。セントルイスは、北緯38度38分53秒、整形90度12分44秒に一致している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積171.3キロ平方メートルである。 このうち1 6 0 4 k 平方メートルが陸地で1 1 0キロ平方メートルが水地域である。以下は2000年現在の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口構成年齢別人口構成家族と世帯収入と家計成功と難航の高級住宅地を除いて犯罪発生率は高く、 モーガンクイット農舎の調査では、デトロイトと並んで、全米の危険な都市ランキングのワースト3常連であり、2002年2006年の調査では、ワースト1であった。特に四方区部ではスラムを形成している。また、ミシシッピ川を挟み、東部はイリノイ州イーストセントルイス市となっているが、ここは産業空白地帯ゆえに、都市空洞化が極端に進み荒廃し、 さらに危険である、イーストセントルイス市においては、人口の97%がアフリカ系であり、全米で最もアフリカ系アメリカ人人口比率の高い都市の一つとなっている。犯罪率は高く、2012年に発表された FBI の統計では、1000人あたりの暴力、犯罪発生率は18.6%で、全米3位、殺人件数は113で第4位。 殺人率は前年より減少したものの、暴力犯罪は劇的に増えている。しかし、前述したように、イーストセントルイス市並みに治安が悪い市北部のカウンティが比率を劇的に吊り上げているためであり、比較的安全と言われている西部や南部のカウンティはそこまで治安は悪くない。それ故セントルイス市では、以前から西吉東足、南吉北足と言われるほど、 治安の度合いに明白な差があり、危険地域さえ踏み入らなければ、比較的安全という二面性を持っている。全米で治安の悪い大都市は、こういったケースが多いが、その顕著な例がセントルイスである。セントルイス公共楽団は1880年創立、全米で2番目に古い公共楽団であり、コロンビアや EMI といった主要レーベルの CD 録音によって、 日本でも名前が知られている。市内のパウエル音楽ホールとニューヨークのカーネギーホールで定期演奏会が行われているセントルイスバレーダムは1973年創立。かつては地方巡業が中心で市内での知名度は低かったが、1999年に日本人の堀内元が芸術監督に就任してから年間に3から4種類の公演を行っており、 地元に根を下ろしつつある、商品の新作を毎年発表しているほか、新演出による古典の全幕物をレパートリーに持っている。1995年から2015年まで、NFL のセントルイスラムズが、セントルイスのエドワード・ジョーンズドームを本拠地としていた。1900年代初期より、キール・オーディトリアムを中心にプロレスリング工業が盛ん、NWA の中心地として、 ルーテイズを世界チャンピオンに認定し、全米のプロレスリングの中心地であった。新聞、編集ストリート、ルイスポストディスパッチは、地域内の主要日刊新聞である。1800年に、ジョーゼフ・ピューリーツァーによって設立され、2005年に、リー・エンタープライゼスによって買収されるまで、ピューリーツァーパブリッシングによって所有された。リー・エンタープライゼスは、 ローカル新聞、サバーベンジャーノルズも所有している。2番手の主要日刊新聞、ストリート、ルイスグローブデモクラットは、ポストディスパッチが1980年代中頃、夕刊紙から長官紙へ変更するまで第一の日刊新聞であった。ポスト及びグローブは1年間ジョイント、オペレーティングはグリーメント化で運営されていた。ポストディスパッチは1951年に、 夕刊誌の競争相手、ザ・スター・タイムズを買収した。1900年に、セントルイスは5つの最新日刊新聞、長官カミザ・グローブ・デモクラットとセリプ・プブリック及び、夕刊誌ザ・ポスト・ディスパッチと、スター・クロニクル、同じく、ドイツ系新聞ウェスリ社ポストを持つこととなる。ザ・ビルビル・ニュース・デモクラットは、イリノイ州、 ベルビル内で発行された他の日刊新聞であり、セントルイス大都市圏内の多くのイリノイ州コミュニティをサービスしている。テレビ、編集セントルイス大都市圏には多様かつ幅広いローカルテレビジョン放送局があり、122万2380家庭とともに、アメリカ合衆国内で21番目に大きなメディアマーケットとなっている。 主要なネットワークテレビジョン系列は、クモフ 4KDNL30KSDK5、クトビ 2KPLR11 部46、マイネットワード部である。ケトック QPBS 放送局もある。いくつかのラジオ放送局もクマックスを含み、この地域でサービスしている。中心駅は、セントルイス駅である。主要記事、W、エデュケーション・イングレーター・ストリート。 ルイス詳細は W. リスト・オブ・コリッチス・ウナバーシティス・イングレーター・ストリート・ルイスを参照セント・ルイスはシスター・シティーズ・インターナショナルによって指定された9つの姉妹都市を有している。アメリカン・ファクト・ファインダー・ U.S. センサス・ビューロー2016年5月23日、閲覧・ステート・カウンティ・クイック・ファー・クッズ United States Census Bureau, 2013年9月14日閲覧。http://www.census.gov/.post/.data/.metro/.totals/.2009/.index.html.us.getfiles2010-2000&1990 ユナイテッドステーツセンサスビューロー http コロンスラッシュス www.census.gov スラッシュジオスラッシュ www.gazetter スラッシュガ h t m l 二零一1年四月二十三日閲覧モーガンクイット納車の発表する危険度ランキングは連邦捜査局のデータを元にして算出している イリノイ州警察の提出するデータが FBI に準拠していないため、イリノイ州の都市はランキングには含まれていない。また、同社のランキングは人口7万5000人以上の都市のみを対象としている。このような理由により、イーストセントルイス市はランキングには入っていないが、その犯罪率はセントルイス市をしのぎ、セントルイス大都市圏のみならず、全米でも、 最悪の水準である参考イーストセントルイス犯罪ザモーストデンジャラスシティーズインアメリカ247 ウォルスト、セントルイスレスリングクラブ http コロンスラッシュスラッシュ www.wrestling-titles.com スラッシュ jp スラッシュアススラッシュ cntrls e tates スラッシュ sl スラッシュありがとうございます。